最後に実はシンジ、あとは頼んだでって言われたんですよ。一番最初の前原さん、今日もありがとうございます。リハックで高橋さんが師匠怒ってたかなって心配しないけど、怒ってたんですか。怒ってたか怒ってなかったかで言うと、怒ってましたね。いや、ひどかった。本当に。あれ映像には載ってなかったかな。一本目ですよ。一本目。西田さんが来られた時、芸備線降りてすぐですよ。あの時の西田さんの、感想、感情がもう全く自分もシンクロして、要は何かというと、本当に段取りとかないんですよ、高橋さん。あの日僕、サンフレのホーム最終戦でね、まあ抜けたんですよ。てかそれが最初からあったんで、予定されてたんで、どうしても抜けますと。で、行ったと。ただ、6時に、もっぺん地元でロケしたいから、そこに来てくれないかというから、分かったと。ね。間に合うように帰ってきたんですよ。最後、後半終わりきる前に、林拓人が交代して入る前に、ね。一番見たいところを我慢して、でも仕事だからね。林拓人がアップしてるのを見て、ね、自分も仕事頑張んないといけない、自分ができることだろうと思って帰ってきたら、ね、あの男、6時どころか6時半を優に過ぎて、現れたんですよ。ちょっと待てと !6 時に、秋高大輝を食べるお店、ね、花手だったかなに集合しようって言っといて、僕、5時半ぐらいからもうあそこ いるんですよ。車で待ってんのに。6時になっても来ないし、6時半でも来ないから、もう帰ろうかなと思ってたんです。っていうのが、自分の内心にあったので、さすがに僕もちょっとリアクションの中にそれが滲み出てたのかなとは思います。だから、まあ終わってみて、最後番組を見たら、ね、実に、面白い風に仕上げてあったというか、あの段取りのなさが、必要な要素なのかなというふうに、自分で自分を納得させたというのもあって、はい。今は全く怒ってないですし、もちろん。なんなら、やっぱ高橋さんってすごいな、と、はい、思ってます。そう、ここに書いてくださってますけど、You are never wrong to do the right thing っていうね。正しいことをやるのは決して間違っていないっていう直訳だと、言葉なんですけども、これ誰だっけな、マーク・トウェインの言葉らしいんですよ。トム・ソーヤとか書いた人かな。でも僕がこれを知ったのは、ジ・インターンですね。インターンっていう、アン・ハサウェイが出てた映画。それで載ってて、で、日本語訳が確か、正しいと思ったら迷わずやれっていう、そんな、もっと直感的な役だったけど、うまいなと思いました。はい。で、なんだっけ。アドバイス。なんだろうな。改めて聞かれるとちょっと困ってますね。でも、変化は悪いことじゃなくて、いいことだ。やっぱりそこからですかね。ついつい変わりたくないって思っちゃうじゃないですか。でも、本当は絶えず変わってるんですよ。だし、時々大きく変わった方が成長はできるんじゃないかなと思います。で、その方がきっと楽しく生きれると思いますよ。これ、姫路マラソンのレセプションの時に言ったんですけど、ね、僕たちは楽をしていきたいんじゃない。楽しく生きたいんだっていう思いがあるので、はい。ぜひ楽しんでいただければなと思います。地方議会はイケメンエリート市長への嫉妬がすごいでしょう。応援してます。まあ、嫉妬というか、反発っていうのは、極めて自然なのかなと思います。特に、ね、正論を時に振りかざすわけで、その対象者があるんですよ、当然。批判を受ける側が。そしたら、その受けた側は、
まあ、素直にそれを受け入れることが、まあ、あるかもしれませんが、通常の反応として反発しますよね。で、相手が政治家であれば、その後ろにはそれなりの人がいるんです。なので、当然、反発はそれなりにあります。ただ、言ってもその程度です。だからなんだと。はい。僕が気にする話じゃないなと思ってます。ただただ、正しいと思ったことは迷わずやれっていう、さっきの言葉が大事かなと思ってます。今回は簡単な質問させていただきます。島吉市の身長は何センチですか？お！あのね、どうでもいい話だったんですけど、しなくていいかなと思ってたんですが、今質問に出たんでお伝えします。172センチって言ったり、173って言ってたんですよ。で、それは、去年、一昨年が、ね、順番に 172.5、172.9 と、だったから、まあ、172から3の間かなって思って、別にそんなさば読むつもりはないんですけど、言ってたら、今年の1月に健康診断行きました。結果、なんと、173.2。173、乗りました。わかん。人間って、おっさんになっても背伸びるんですね。41歳で、この2年間で7ミリ伸びました。今は交渉というか、あの、実体が 173.2 センチなので、173です。なんでかな？ちょっと睡眠に気をつけたおかげですかね。あの、起きてる時間が長いと重力で縮むって言うじゃないですか。だから、寝てる時間を一定量確保すると、伸びる。かもしれないです。はい。僕の思い出話になるんですけど、一つ話させてください。と、親戚のおじさんが、おじが、まあ、自営業やってて、で、まあ、なかなかね、こういうのもあんまり気にしなかったんですよ。酒は飲むし、タバコを吸うみたいな。たら、あの、ガンかなになって、で、もう症状出た時にはかなりもうステージがね、重くなってて、で、去年、一昨年に亡くなったんですよ。っていうのもあるので、検診受けてほしいなと。で、なんでこれをこの場で話したかというと、前の話につながるんですよ。どなたかのチャットのコメントで、ね、秋田方氏を頼みますっていう、秋田方出身の方のメッセージを読んだときに、僕が、任せとけって言ったんですけど、その時に、ちょっとだけ間があったのが気づかれましたか？メッセージ読んだときに、何泊か一泊二泊置いたというか、出ちゃったんですよ。であれは、考えてたんじゃないんですよ。もう自分の中に答えがあったんですけど、それを、なんだろうな、こう、口に出すまでに、ちょっと自分で考えにふけてしまって、言葉が口をつくまで時間がかかりました。何かというと、僕、ほとんど自分の人生で後悔したことないんですよ。でも、本当に自分が数えるほどしかない後悔の中の一つが、そのおじとの最後の言葉だったんです。亡くなる数ヶ月前に様子を見に行ったんですね。そしたらもうそのお店も辞めて、あの、部屋で横になっててテレビ見てたんですね。おじさんどう？体調は？まあいいわけないんですよ。もう体中痛い状態で。で、しんどそうにしてて。で、いやもうダメじゃんとかね。あんなに昔元気だったおじさんが、はい、もう弱音を吐かずにやれないほど辛いんだなと思って、ああ、そうか。いや、でもまだまだいけるよみたいなね、ちょっとこう、言葉も言ったんですけど、でもそれに対してもうね、おじは、あの、強がることもできなかったというか、しなかった状態で、最後に、実は、シンジ、あとは頼んだでって、言われたんですよ。で、その時に僕は、あの、なんて返していいか分かんなくて、というか、何を頼まれたのかも分かんなくて、で、お茶を濁したというか、あの、何を言うんと、おじさん、
まあ、気が早いよっつって、ね、ちょっとこう、笑って返したんですけど、でも結局、僕がその、うちと話をしたのが、それが最後の会話だったんですね。で、後になって、あの時僕はなんて言えばいいか、よかったんだろうっていうのをすっごい考えたんですよ。それこそ葬式の時もだし、その前後でも。た時に、これしかないと。頼んだで、頼むぞって言ってくれてる人に対しては、ね、うだうだ言っちゃダメだと。ね、自分を信じて言葉をかけてくれてる、それこそ何かを託そうとしてる人に向かっては、任すとけ、任しといてって。これしかないんじゃないかなと。これだけでいいんじゃないかな。と思って、次何かで、そう言われた時には、迷わずこれを言い切ろうって自分の中で決めてたんですよ。から、ね、あの、全く不意打ちだったんですけど、このチャットの中で、ね、任せ、あの、頼みましたって出た時に、あ、これは自分が言い切らないといけないんだな。自分の立場として、石丸陳二という人間として、それは答えようって言えたので、その言える、なんだろうな、その、準備ができたのは、その、おじさんのおかげだし、その、後悔もしたんですけど、それが、こう、ね、一つ、晴らせたのかなと思って、あの時、ぐっと詰まってしまったっていうのを、今、思い返しました。はい。という話を、ちょっとどっかでしたいなと思ってたんですけど、なんだっけ、検診でしたね。はい。なので、検診ね、健康には皆さん気をつけてください。はい、とても大事です。